の書道家とは決して欲など持ってはならぬもの、どのような美人が通ろうと心を一にしてこのように書き進めるのでございます。そして最後に判を押す、これこそが真の書道家。どうですか？旦那は元気でですがいい。ほれ、なんかおばさんすごいこと言ってるわ。恥ずかしいわね。ちょっと足しふに最高よ。はい、旦那は元気でですがいい。ほら、タンバリンの調子も良くなってきたわね。はい、みんなも歌って。はい、旦那は元気でですがいい。俺様が言っているのはよ、そう、当たり目があったらどんな酒もうまく感じるって話さ。当たり目って一体なんでできてるか知ってるか、おめえたち。海で獲れるイカだよ、イカ。おめえさんも知ってんだろ、当たり目。当たり目をカミカミするとな、ウニの味がするんだよ。あれがたまんねえんだよな。おめえもやってるだろ、当たり目と酒。まだわかんねえかな。みんな、ママがシャボン玉見せてあげますわよ。ほら、ぷー、綺麗でしょ。今度は二つ飛ばすわよ。ぷー、ほら、綺麗でしょ。よし、こうなったら、今度は三つ、行くわよ。あれ？あ、消えちゃった。もう一回行くわよ。あのね、ずっと溜まってたけど、私、魔法使いなの。おいでおいですると、いろんなものがこっちに来るのよ。ほら、船も来たし、こっちからは鳥さんも来るのよ、ほら。すごいでしょ？ハリポターには負けないわ。なあ、シティ、魔法の絨毯ってどういう乗り物？今にわかるわ。あれに乗るのよ。ねえ、これって聞いてないわ。ちょっと、高くない？いやー、最悪。落ちろ落ちろ落ちろ、殺される。大丈夫よ、ちょっと黙ってて。だってこんなの聞いてないもの。下ろして下ろして下ろして。お母ちゃん、うるさいわ。髪の毛持ち上がってるし、もうあなたとは絶対に乗らないわ。なんだ、あんたたちもおばちゃんの焼きそば食べに来たのかい？え、昼飯旅だって？私はそんなのに興味ないよ。ほら、隣のお客さんの邪魔になるから、あんたたちそっち行っとくれ。ほら、ほら、焼きそば焼きそば。